はい、えー、住んでるところは地球です、えー、こんにちは、速化塾の久保でございますまあ、吉田さんもね、面白い視点を持ってますよね そうなんですよね。あの自由っていうのは何かっていうと何かに縛られていたら自由ではないっていうのがわかるんですけども、自由を求めるがゆえにわざわざ組織に入って、わざわざあ固定資産を持ったりとかね、わざわざ自分に保険をかけたりとかして、どん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 不自由になっていく姿っていうのがあるんじゃないかなと思いますよね。あの何も持たなければ本当に自由なんですけども、人は所有すれば所有するほどその所有物によって所有されるようになるんですよ。これをね私の体験というさんさんの共通の体験の中でも。 申し上げますと自分が会社を持って社員を雇う店を持つと何が起こるかっていうと自分の所有してる店とか自分の所有してる家とか自分の所有してる社員によって拘束されるんですよね。いやひどい話ですよ。あの、まあ、言葉を選ばずに言えばあ搾取されてるんですよ経営者って社長ってすごい搾取されてるんですよ。 あの日本の中で一番給料の安いのは社長だっていうデータがあるぐらいなんですけどね。平均して中小企業の社長さんっていうのは給料が安かったりとか、連帯保証を会社にかけて、対してかけてるんで、まあ、負債からスタートしたりとかね。 で負債を持っってるるのに従業員には毎月給料払ったりすすんですよねでこの図はどうなんかなというところなんですよで従業員さんにはブラック労働だとかね給料が安いとか言われていいところあったらね足を洗うのになとかって嘘吹かれたりとかして本当にそんな商売だと思うんですよですんで私の勧めるのは何者にも所有されない一人社長ですよね一人会社の一人社長とでもともとねその雇ってほしいなっていう人に対して 雇ってほしいと思う人って自分で責任が取れなかったり自分でリスクコントロールができないっていうふうに考えた方がいいんじゃないかなと思うくらいなんですよだって自分で生産性があったら別に誰かの会社に入ってねあのお他人様の会社に入ってあの言うことを聞いてお金もらうって発想になんないんですよね本当に損だと思いますよそういうのは まあ、ある意味うーん自分の自由を売り渡してそれをお金に変えてるってことなんでどうしても自分の人生が引けない人自由ってものが手に入らないと思うんだったら一定の安全と自由を自分の人生と引き換えに頂、えーまあ、くっていうのもそんなに悪いことじゃないんですけどもねあとはもう好き好みとか合う合わないの問題であって私はねもう本当に自分の実力で貧乏になって自分の実力で破綻するんだったらそっちの方がね私の自由だと思うんですよ。 私の力量でそうなるんだったらそれはいいなと思うんですよただやっぱりどっかの会社に入ってその会社の経営者とかその会社の経済環境が悪くなったら自分の成績は良かったのに巻き添えを食って一緒に破綻するっていうのはねこれ泣くに泣けないと思うんですよまあそういう意味で言うと私はねこの地球ってところに住んでいて地球がドカーンと行くんだったらもうこれ諦めますでもね 地球上のある特定の地域が地震に見舞われた地球上のある特定の分野で破綻が起きたそこに巻き込まれるの嫌だなと思うんでポートフォリオを組んでるんですよ で今私が考えているポートフォリオは日本にも住みたい日本にはできるだけ住みたいけどもこの日本があ,のあんまりね自分に住むのに適した状況じゃなくなったらその環境を変えるかもしくはそうじゃないところに住み替えるってことですよねその一つがバリ島に選ばれているってことなんですよバリ島はねもう私も慣れましたんで結構心理的にも行く行かないにもかかわらず触れましたんでねあのバリ島では多分良さを全うすることはできるなと思います楽しく嬉しく面白く生きていくこと できると思います資産もありますしねバリ島にはバリ島で資産が眠ってますんでそこの資産を取り出しながら暮らすことはできると思うんですよどっちかっつったら日本の方が私貧乏なような感じがします日本で住む方がものすごく負担が大きいとバリ島の方は多分もうこれ手放しなんですよ本当に隠居、あのー、ですよバリ島に行ったらうんでもやっぱり日本にねまだ気持ちがあるんでできればこの国に、うん、住まわせてもらいたいなと思ってるところですよねまあ住まいは地球ですっていうことでねお話をさせていただきました Thank you.